韓国青瓦大は27日、非核化と関連し対北制裁緩和など国際社会の不騒措置をめぐり、米韓間の意見の相違があるのではないかという一部の観測について、米国の立場と、韓国政府の立場は変わらないと一周した。青瓦大の関係者は同日、春秋館で記者らと会い、 前日にムンジェイン大統領が海外への寄稿文で、真剣に非核化を実践していくなら、国際社会もこれにふさわする姿を見せるべきだと述べたことと関連し、非核化完了前まで、国際社会の制裁が完璧に行わなければならないという米国の立場とちょっと違うのではないかという質問を受けて、非核化問題について、 同時的かつ平行的に問題に接近しなければならないということで、共感していると聞いていると述べた。また、制裁部分に関しては、国連で現在実行している制裁に対して、我々も忠実に履行し、重要性を10分に認知していると述べた。続けて同関係者は、昨日の大統領機構文の主な内容は、 比較化と朝鮮半島の平和を実質的に導き出すためには、国際社会の力を結集しなければならないという趣旨だと説明した。